高山が裏を取った時にもうチャンスになりましたよね。そうですね、まあそのゴールマウスから外れる決定機の阻止まではいかないでしょうけどね、はい、さあこの位置からのフリーキックです。池田さん、どんなボールですかね。キーパーのサインプレーですね。あ、こぼれている、決まりました。ヤブからサインプレーで片山、2対0になりました。なんか富山の選手がえっていう瞬間にボールをゴールに放り込まれたって感じですね。そうですね、あんま監督も唖然とした表情です。まあ池田さん、この辺りがこうここ数試合いい内容をしながらなかなかこう勝ち点3が取ることができない富山ですかね。まあ、キーパーとしてはシュートコースの変化が。